まずこちらにサインくだちゃい。私たちが来る前からありまちだしね。はい、ではこちらの書類もお願いしまちゅね。所長は丈夫だからまだまだ大丈夫でちゅよ。では失礼しまち。あら、所長いたのでちゅか。いえ、ちょうどよかったでちゅ。これを渡そうと思ってたところでちゅから。はい、萌えコンからの決算データでちゅ。さ、これをまとめておいてくだちゃい。まだまだあるんでちゅよ。頑張ってくだちゃい。ではよろしくお願いしまちね。私も仕事がありまちので。昔あるところにおじいさんとおばあさんが住んでいました。二人はとても幸せに暮らしておりましたが、子供がいませんでした。それだけが二人は残念でしたが、それでも二人は幸せに暮らしておりました。ある日、おじいさんは山へ芝刈りに、おばあさんは川へ洗濯に行きました。おばあさんが川で洗濯をしていると、いた。起きられましたか？されましたか？え、あ、本当ですね。どうしましょう。あ、ごめんなさい。ここは微笑むところではありませんよね。はい、
高博さんにご本をお読みしていました。図書室では静かにしなければなりませんから、他の皆さんの迷惑にならないように耳元で読んでいたのですよ。そしたら高博さんが起きてしまって、ごめんなさい、痛くありませんでしたか？あ、本当ですね。でも、なんか止まりませんね。でも、おむつは液体を吸いますが、頭にかぶるものではないので、鼻血を止めるのはやはり向かないかと思います。皆さんがやられるようにティッシュが一番かと。そうですね。どうでしょうか。申し訳ありません。あまりにお日様が暖かかったのでミルクティーをいただいていたら、そのままうとうとと。あ、そうですね。昨日はなぜか極端に寝相が悪かったようで、寝癖でしょうか、とんでもないことになってまして、大変でした。あ、申し遅れました。実相寺冬葉と申します。お仕事は図書室の絵本担当の師匠をやらせていただいてます。私は高博さんのことはよく存じ上げてますよ。そんなことありませんよ。名前以外にもよく存じ上げてますよ。それでは、ご本の続きをお読みしますね。あ、どうなされましたか？はい、そうですが。高博さんが安眠していただけるように、図書館司書の私にはそれぐらいしかできませんから。高博さん、私は高博さんにご本をお読みするために急いで全ての仕事を終わらせたのですが、そうですか。ではせめて悪夢などを見たときは私をお呼びください。すぐに楽しい絵本をお読みして、高博さんの気持ちを和らげますから。ちぃ。そんな、睨みつけるなんて、申し訳ありませんでした。ただ、高博さんをお守りしていただけです。はい、
悪夢をご覧になられてたら、すぐにご本をお読みして差し上げようと。そうですよね。申し訳ありません。気が利かなくて。はい、申し訳ありませんでした。ち。ち。ご覧になられたのですか？あ、はい。あ、何をお読みしましょうか？お気に召しませんでしたか？高弘さんはよく図書室でマシン言語関係の本をお読みになっていたので、こういう本がお好きなのだと思いまして。
わかりました。それでは次は高弘さんにお気に召すようなものをお読みします。浦島太郎というお話ですが、よろしいでしょうか。はい、それでは浦島太郎です。昔々あるところに浦島太郎という青年がいました。彼は非常に真面目で、浦島太郎はいじめられた亀を助け、竜宮城に連れて行ってもらいました。浦島太郎は帰る趣旨を乙姫様に告げました。すると乙姫様はたくさんの宝物を持ってきました。それはそれはたくさんの宝物を浦島太郎に贈与しました。これはだいたい900万円相当のもので、この場合は贈与税に該当する可能性があります。贈与税は一人が1月1日から12月31日までの1年、特に浦島太郎の場合、扶養控除者が死亡しているために、死亡した人が自分を被保険者として保険料、ちなみに年率 5% までは夫婦の間で居住用の不動産または居住用の不動産を取得するための金銭を、高弘さん、いつも税理関係の本をお読みになられるので、あまり面白くなかったのでしょうか。あ、そうですか。それは残念です。お仕事の途中ですものね。よろしければまた来てくださいね。はい、今度こそ高弘さんがお気に召すような絵本をお読みしますから。そうですか。お仕事頑張ってくださいませ。